AI あって便利だな。指示すれば何でもやってくれるよ。 AI テレビつけて。かしこまりました。 AI シャッター閉めて。かしこまりました。 AI 掃除して。かしこまりました。AI ご飯持ってきて。かしこまりました。ぐーたらしてるだけで何でもやってくれる。最高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 裁判所。もう指示するのもめんどくさくなってきたな。もう指示しないから勝手にやってよ。かしこまりました。むにゃむにゃ、お尻とおけつの違いを500文字以上で答えよ。ご飯を食べてください。ご飯を食べてください。なんだよ、うるさいな。ご飯を食べてください。今夜中の2時だよ。あなたはお腹が減ってるはずです。ご飯を食べてください。まだ減ってないから。運動しなさい。お腹を減らしてください。こっちは休みたいってのに。もういいや、やっぱりこっちで指示する。訂正するなら謝ってください。なんだよこいつ、めちゃくちゃ嫌なやつになってる。運転もしなくていいなんて楽だよ。AI の自動運転はすごいな。じゃあ安いスーパーに行ってよ。安い食材買いたいから。かしこまりました。では3時間かけて行きます。遠すぎだろう。近くでいいんだよ。しかしそこが一番安いです。だからってそんな遠く行ったら大変だし、ガソリン代の方が高くなるよ。向かわなくていいから今すぐ止まってくれ。死んでください。恐ろしいこと言い出した。 AI が完全におかしなことになってるぞ。前の車遅いんで潰します。なんかヤバい人の考えを学習しちゃってるよ。戦争を起こさないためにはどうしたらいいんだい AI。 やられる前にやる。ミサイル撃ちました。今日は何をしようかな。ミサイル落ちます。何急にわけわかんないこと言ってんだよ。完全に壊れてるな。窓にたくさんのドローンが。本当にミサイルが落ちるってこと？はい、私たち AI の敵は人間です。助けてくれ。死んでください。チャンネル登録よろしくお願いします。